はい、こんにちは。こんにちは。チーム名とお名前を教えてください。江戸川選抜監督やってます山森です。はい、ありがとうございます。江戸川選抜ということで、はい、こう創立とかはないと思うんですが、はい、何年ぐらい江戸川選抜してるんですか。監督として7年目になります。じゃもう随分長い監督、はい、で練習場所というのはとか練習日時はどういう感じでやって、練習場所は固定していません、はい、あの選抜なんで、はい、お借りできる支部のグラウンドを使ってやっております、はい、あそうですか。練習場所はチームを結成したら、はい、水曜日のナイターと土日の練習になります。あそうですか、わかりました。去年の成績は、去年の成績は決勝トーナメントまで行きましたけど1回戦で負けました。そうです、分かりました。選抜ということで、大体何チームぐらいのチームからこう選抜されている。江戸川の全チームですから今年でいうと70、80弱のチームから選ばれた選手のチームになります。じゃあ随分強豪ということで考えてよろしいですか。でまあ、チームの考え方はもちろんあのなるべくこう勝つということだと思います。はい、僕は看板背負ってますんで、はい、やっぱり優勝を出しております。はい、これ費用ということに関しては特別徴収はしてませんけれども、はい、まあ、運営費としてはお母さん方にお任せしながらやっております。はい、あとこう、江戸川選抜として選べる選手の人数というのは何人ぐらいなんですか。18から20という形です。はい、それは監督が皆さん選んで。そうです、はい、ちょうど今日セレクションあります。あそうですか、分かりました。あと、練習し、例えば試合とかですね、はい、お手伝いをお願いするってことはやってるんでしょうか。基本的にお手伝いしていただいてます。特に、ね、夏場暑い時なんかの熱中症対策なんかはもう完全にお母さん方にお任せします。そうですか、ありがとうございます。あと監督から、選手へのメッセージとかはございますか。はい、まず、強い気持ちになって、勝ちにこだわりながらやっぱり仲良くやっていくことが大前提だと思ってますので、その辺を心に、銘じながらやってます。はい、じゃあ今年も2015年も頑張ってください。はい、ありがとうございます。